上も短い毛がありあの削がれてて、ちょっと今後ろとかを 見るとそうですね、ボブでもなくレイヤーでもなくで、基本ちょっとこうパサ感がすごくあるんですね。で、レングスはボブレングスなんですけど、そこにもうレイヤーが入っちゃってるって感じで、そういうののアレンジセットなんで、そうですね、まずは何もつけないで、1回目はとにかくこれをツヤがないんだけどこうある程度形にして普通にカジュアルに、ヘアアレンジしてみます。もうこんなアレンジですと本当 2,3 分で喋ってる間にできてしまうんで、その後に一度ホットローラーを巻いて、それから3つぐらい捜索をしてみたいと思います。でまずはとりあえずその髪の毛のパサッとしてるところを取っていって、で片方に引っ張ったヘアアレンジということで、そうですね、大体こういう髪の毛のそのパサ感のある人の場合はもうむしろ巻いたりそのアイロンでツヤを出したりという状況が作る時間もなければ、もう本当に 2,3 分でできるヘアアレンジということで片方に持ってきてしまいますね。だからもうカジュアルのアレンジで、カジュアルセットのアレンジ で今もこうやってやってると途中で飛び出してくる毛いっぱいあって、ちょっとパサッっていう感じなんですけど、まあこんで、そうですね、パサ感そのまま出しちゃってるんですけど、とりあえずこんなんで、モデルさんが自分で持っていらっしゃったヘアバンドというかシュシュみたいなのをちょっとこういう感じでかけて、まあ、そうすると全体の時間ほんと2分ぐらいのアレンジになっちゃうんで、ちょっとこの包み込み方を変えてですね、こんな感じでただのカジュアルなヘアスタイルですね。で一つだけ今ゴムで留めたのと、それ以外は一つだけピンを、一つだけこう情報通りのピニングを一個だけします。ですね、だからもう本当にあれですね、1分でただモデルさんの趣旨を使っただけの超超簡単ヘアアレンジですけど、今こんなんでちょっとだけ見てみたいと思います。で今このヘア、この頭を今度巻いて、あと3つぐらいちょっとアレンジしてみます。Oh.